残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。どうした？マナの木が失われどんどん弱っていっているようだな。無理もない。フェアリーはマナの木より生まれ、マナの木と共に死ぬ。いよいよ超神となったわしによる殺戮と破壊、そして闇が支配する新たな時代の幕開けじゃ。バカめ、死に急ぎよって。あ、昔これと全く同じことがあったぞ。そうだ、フォルセナの王子と黄金の騎士の時のフェアリーと全く同じだ。あの時は黄金の騎士の捨て身の攻撃で不覚にも相打ちになり、長い間身動きが取れなかったが、今度は違う。超神となった今のわしにかなうやつはもはや存在しない。見るがいい、完全体となったわしの本当の姿を。新しい神の姿だ。神々しかろう。さあ地にひれ伏し祈るのだ。そして新しい神の生贄として死ね。これが最後の行くぞみんな。まだでないよ。冒険キャラ参ります。全てを葬り去ってくれる。私の力を受けるがいい。絶望を味わうがいい。私の力を受けるがいい。絶望を味わうな。てくれ。これは痛い。
昇進が死ぬな。うわ！